ーい、サメちゃん。なに、ベア。実はハンター同士の戦いの場を設けたんだ。え、本当？そう、勝った方が出玉総取り。今回のハンターはルンリーバッタン白鳥ミユ。今回のテーマは一体何なんだろうね。対するはレシート取られまくり松並銀行。最近ダイエットに励んでるみたいだよ。実践ホールはガツロ協賛店舗であるスーパーラッキー800。皆さんおはようございます。ピンクドッグの白鳥美優です。さあ本日も始まりましたガチとスピリッツ改め白鳥劇場。本日の狙い台なんですけども、最新台のオスサラリーマン番長、こちらで行きたいと思います。最新台ということは若い男の子ってことなので、今日も楽しんでいこうと思います。皆さん応援よろしくお願いします。おはようございます。タバズの松並銀子です。おでこ行ったけど、今回は前回ね、白鳥美優にレシートを奪われたわけですよ。それのリベンジマッチということで、サラリーマン銀行打ちたいと思います。ルールは至ってシンプル。ホールでガチ実戦を行い、勝った方が出玉を総取り。収支がマイナスで負けた人には私物を視聴者にプレゼントしてもらうよ。今回2人ともオスサラリーマン番長が狙い台ということなんだけど、これは抽選次第だよ。これはよく見えないけど、なんと28。お願いします。来い、一桁。最高尾じゃないか最高尾じゃないかということで、ミユが28、銀行は97。慌てて入場開始する白鳥美優。実はこの番号でももうギリなんですよね。なんとか空き台を確保。その頃銀子は誘われてます。ダイナマイみたいな。おいおい、全体的にダイナマイだからやめてよちょっとぽっちゃりなんだけど。でも最近お金かけてエステに通い始めましたんで、多分今全身取ってもらって1年後劇的にマジビフォーアフターなってるからな。金かけてんだこっちは自分で自力で痩せれないやつはお金に頼るしかないっていうね。やっぱり女性である以上はな、ほっそりとおしとやかな女性にならないといけない。今も十分細いと思うけどアンチくるアンチくる。今回狙い台オスサラリーマン番長、こちらが狙い通り取れましたので、前作の番長のキャラクターマツコ先生、改め今日はミユコ先生で、ミユコ先生でいきたいと思います。この子がねちょっと今日体調が悪いってことなので、まずは注射をして元気を出させてあげようかな。大丈夫かな、注射痛いかもしれないけど気をつけるんだよ、いくよ。宇宙今日の白鳥劇場はナースミユコちゃんでいきたいと思います。よろしくお願いします。一方最後方から入場した銀子は一目散に矢敷田の島へ、すかさずデモズレの台をゲット。抽選が一番ケツ、ケツの方とかじゃないよ、一番ケツで、もうね結局負け犬なわけですが、今日は矢敷さん、北さん、銀子さんということで三大トップで頑張っていきますので、目指せかっぱ寿司。それだけねやってないから。オスサラリーマン番長の最初の見せ場といえば、やっぱり設定変更の有無だよね。びっくりした、これが前兆か。50ゲームから前兆が始まりました。全国96ゲームなので、ミスター部長指示を。まあこの時点で設定変更はしてるっぽいね。対決勝負じゃ。あ、いい
的にこの演出は外れるからさ、ミュウさん、ガンガン回そうか。すごい、マッチョだ。頑張れ、ミュウさん、頑張って。どうせ、とりあえず研修中は2要素がボン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 つかないとお話になりませんからね。もう汗かいてきちゃった。客席担当はこの方なので、この方に負けないように頑張らないと。いくぞ。1個しかついてない2要素。やばいやばい、トロキ君頑張れ。残ってまあ、今から頑張るのはしずくちゃんなんですけどね。演出の流れとしては非常に弱いね。あ、頑張ってよ。頼むよ。頑張ろうね。頑張ろうね。あ、ダメだった。ダメだったってことか。誰や、あれが天狗が来てくれたら本当だよ。どいたどいた、いっちゃってショートカット。ズーズレの素晴らしい、ここか。ないか。それやるぞ。なんだって。それでは早速今回のこれだ。あら、ここはぜひともスライダーが欲しかったよね。で、最初のキャラもあかねちゃんじゃないっていうね。ちょっとここまでは非常に弱いかな。ここまでは非常に厳しい展開だね。各選手が警戒並みのポチッとな。これは正解。飛び込めるのか。ここで当たりだ。ラストスパートだ。お兄さん頑張って。ゴール。ダメ。ダメ。ダメ。やじきなに座ってる方はね、もう全員当たり引いてるっていう。悲しい感じですが、今日チェリーの引きだけはものすごいものすごくいい。対するミーは現在134ゲーム。こちらもチャンス役の引きはそこそこいいんだよね。なんとか早いゲームで子役とかで当たりを引ければぐっと展開が楽になるんですが、煽りとしてはちょっと弱いよね。はい、決勝負じゃ。あれ、カジノってまあまあチャンスじゃないですか。まあまあって、ここは期待感マックスで打っちゃいましょうよ。まだやるのかしら。世界系ラリーオープン。やった。お、いい感じ。まだやるのか。これいいじゃないの。頑張れ。ピッ。おーっとっと。わしの金だ。完全勝利。チャンス目からですね、143ゲーム当たりました。やったね。ボーナス確定。今回は残念ながらランプ3個で告知。まあ赤でしょうね。赤か。
今日の初ボーナスは赤なのです。やっぱりトドロキ君に頑張ってもらおうかな。はい、取ってこいや。みゆこ先生からの成績をちょっと注入しようかな。トドロキ君頑張ってね。これで多分元気いっぱいになったと思うんで。対する銀行は2回目の周期に到達。なんとか当たりを引きたいとこなんですが、見せ場なく敗北。よし、この周期にかけよう。ほい。限界突破。あっ、40ゲームで終わってしまいました。終わっちゃった。あ、1ゲーム目にチャンスで、ボーナスできたかったな。1ゲーム目だよ。銀子は早くも3周目の周期に到達。しかしここもあっさりする。よし、4周目。対するミーはボーナス後1回目の研修。火柱当たってるよ。やったー、かわいい。チーム期間かわいいです。え、88ゲームで再び大当たりです。やったねー。はい、今回もアカナナボーナスです。次はじゃあ鏡さんで行ってみようと。こっちの方もちょっと気になってるんですよね、今。ほんと気がかりなのが、マジで全く成長しないよな。うそでも今回はスライダーが入ってるから、ちょっとチャンスだよ。それがね、赤とかだったら本当に。注入しましょうね。
メ割れちゃったけど。これでやっ。鶴見はおすべるから二葉門に突入。ここはすごく大事だよ。揃えますよ、ここは。ここは揃えるよ。揃わず、ここに逃げ。ラスト1ゲームやばいな。終わりそうだな。はい。ラストジャッジです。いける？せーの。はい、終わっちゃった。うまくいかなかったです。銀子の方はここで超ヤジキタボーナスが終了。ここで引き戻せるかどうかが重要になるよ。ここが赤い時がねあるけど、これは普通ってことはちょっとよろしくないかもしれないよね。あ、でも花の方が端っこだったからちょっとチャンスアップなんじゃないかな。これ真ん中開け、真ん中開け、真ん中開いたらメガネいけ。警戒なみのポーチ、一人のこれは正解。飛び込めるの
一つを積み重ね、日々の鍛錬を怠るな。おい、そして3まで来たよ。男なら力を込めた拳には勝利の二文字をつかみ取れ。かっこいい。次回予告いただきました。これは当たるであろう。イエス。あ、でもここからなんだ。なるほどね。完全勝利251ゲームです。投資がちょうど今で500枚頑張りたいと思います。ボーナス確定。これで私もピンコ先生も兄ちゃんのデコに負けてないと思う。ダメだったらどこかな。おおい、今セコさん打ったで。おい、ちょっとダメか。あ、いやいや、来てる。すげえ来てる。あった。すげえ来てる。あった。おめでとう。大当たりだよ。はい。よし。よし。レディ、ここも。現在ミユは赤7の番長ボーナス60ゲーム、7揃いはありません。いけ、プッシュ。はい、60ゲーム157枚。あー、157枚で今回も終了です。銀行は順調にやってきたボーナスを消化中。きっちりと周期まで減算するってのは強いよね。いやー、回収したよ。ギリギリ回収しましたよ。対する銀行はレースで残念ながら敗北だよね。しかしこの後すぐにまさかの中断チェリーが降臨。狙いミスじゃないよ。中断チェリーでいいのかな。残念ながらここで200ゲームのゾーンを突破。ここからはちょっと覚悟しといた方がいいよね。対する銀行も残念ながらレースで敗北。なかなか波に乗り切れませんね。ちょっと、現状報告。イエーイ、イエーイ。ずっとさ、気になってんだけどさ、うんうん、ディレクターが、銀ちゃんとデコってるって言ってた。
それは勝ってるのか負けてるのか全然何も知らないんだけど、おでこ出てるのかって、そういうこと、そう出てなかったからデコってるっておでこじゃないんだなって言っとくけど、28年間デコってるからな、あの生まれてこの方ずっとデコってますんで。力を貸そう。ありがとうございます。行ってほしい。来た。よっしゃ、超羨ましい。やっぱり信頼強いんです、絶対に。しかし、はい、ミユはやばい展開だね。400のゾーンもなかった模様です。こうなったらレアヤからの解除、そして自力解除ゾーンに突入できるように頑張りたいと思います。いいよ。昇進の時と初めてのことでちょっと動揺しておりますが、いいでしょう。ねえ、そりゃやるぞ。なんだって。それでは早速いいでしょう。今回のことはだ、天狗の子に走ってこない。もうすごいでございます。天狗とかカッパいたら絶対走ってこないから。これは出ない。チャンスだったんだけど、あまり見せ場がなく100ゲームを消化。まさかの一発勝利。引き戻した。あー、赤文字じゃない。それでは早速今回のことは、各選手の順位も整い、はずだったんだけど、思いのほか伸びなかったね。でもなんとか500枚。ここ
今日はトドロックくんで7も揃えたいな。番長ボーナスでいきたいと思います。いやここ大チャンスだよ。ここで決めなかったらマジ猫ちゃんに負けちゃうから。ただ猫の方が全くハマらないんだよね。どんどん一方的な展開になってきたよね。リンコの方はゲーム数を消化してもきっちり引き戻すんだもん。もう一回あれにするわ。出玉以外の部分でしか見せるとこがありません。今回も長いハマりだったね。645ゲーム個人馬から当たりです。かわいい、やりたい、やらせてくれんかね。どんだけ隣のかっぱ寿司が気になるんだよ。チャンス、ヒーローです。
いでしずくちゃんでもいただき出すことにならず、なんちゅうこっちゃ。銀子は最後の最後までかっぱ寿司を夢見てぶん回しますが、結局大きく出玉を減らして終了。かっぱ連敗。もう時間も時間なんで、タイムアップ。結果発表。イエーイ、イエーイ、お疲れ様です。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。どうだ、どうした、何、また負けたん私。ほう、なるほど、投げた。いいっすか、私言って。いいっす。本日投資2500枚以上ということで、今日は視聴者プレゼントなんですけど。私にレシートは、え、ないよ。どういうこと。でも視聴者プレゼントも決めてるから、今日はね、視聴者プレゼント、こんなシュシュです、今日一日つけたからね。レシートはないよ。レシートない、ない。これでね、おかしいな。ご応募待ってます、ご応募待ってます。ないよ、こっちもないよ。パンツ、ここにもパンツの中じゃないのか。パンツにも入ってないよ。脱げ脱げ、もう脱げ、やめて。今日いろいろやってきたんだから。またねー。